それでは読売ジャイアンツ対バッターボックスには指名打者の周東、櫻井、まずは先頭バッターを打ち取っています。セーフティーバント打ち上げてしまいました。アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。カープ打順は5番周東、ジャイアンツこの回3点を入れています。さあ先制に成功、なおも追加点のチャンスを迎えています。初球ボール、次が2球目、バントして空振りになった。このバントは空振りになります。バントしました、打ち上げてしまいました。ランナー挟まれた、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。さあそしてバッターボックスには周東が入ります。さあ2アウトにはなりましたがチャンスは続きます。まあここでつないで、セーフティーバント、打ち上げてしまいました。バッターは DH 周東、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。バントしました、取りました、アウト、ツーアウト、セーフティーバントは失敗です。